お疲れちゃんすらです。今日はですね、2023年ね、やっております。こちらの 2.6 ホグの進化系 2.9 ホグをやっていこうと思います。はい、こちらね、26のファイボーがねライトニングになったって感じかな。でまあ ISP が LSP か。さあまあ呪文枠のようなところが変わってるということで、まあライトの、強みとしては何だろうな、まあ最近だとライドラとかフェニックスとか、まあいう硬い系のユニットに対して溶かせる、まあ防衛でも使えるし、まあ形を組んだ時の、施設の突破とかにもまあ使えるっていうので、突破力がね高くなってると思います。ファイボーはファイボーで、まあやっぱ高回転でいっぱい打てるんで、まあ最後のあの呪文削りだとか、まあなんだ、まあとりあえず打てるよねファイボーって。とりあえずまあなんか事故っても4コスだしみたいなところで、おいこれはちょっとマジでたまにこの LSP まで飛ぶからな。さあたまたま痛いダメージが受けちゃったんですけど、まあみたいな感じの、まあファイボーの要素もありつつのライトニングの要素もあるよって感じかな。まあこういうインフェとかのね相手にはねライトが結構刺さるんじゃないかなというわけで、なんか知らんけど謎にライトニングがねいます。まあいますんで、ぜひちょっとライト型も使ってほしい。まあ、個人的にはこの LSP がすごい好きなんですけどね。よいしょ。LSP って、個人的にスピリットの中で最強だと思ってて。何が強いかって、マジで。あ、やばい。これマジで。痛い。マジで。ピンチ。これさっきのね、コウモリの処理だとか、スケルトンラッシュの処理にも強いんですよ。もうスケラ LSP だけでもうほぼ守れるぐらい。そう、9体まで行くんだっけ、感電。なんか減ったっけ、あんま覚えてないんですけど。そう、LSP の感電で、ゴレのダクネのコウモリとかも守れるし、なんかいろいろ何でも守れちゃうんですよ。あー、すごい。警戒が良すぎる。これまあインフェの可能性があるんで、一旦ステディか。でもホグはね、やっぱ高回転が強いので、とりあえずホグもう回ってきたら飛ばせばいいっしょってまあ思われがちなんですけども、その通りです。はい。ホグは回ってきたらマジで飛ばしとけば、なんとかなります。マジここ、施設ないんでちょっと行っちゃって。まあここにね、ほんとはもっと硬いユニットいたらね、ライトニングかましたいんですけど。まあ、今回の相手がまあディガー削りなので、よいしょ、無理はできんが、さあここっすね。必ずインフェなのでちょっとライトニングまで打っちゃっておしゃれにと思ったけど、ライトニング硬っ。ライトニングじゃインフェ硬っ。僕マスキを出してもいいんですけど、なんか別に出さなくてもいいみたいなところもややある。さあこれ熱いですよ。ピョーン。全然です。次です。次のホグにアイゴラホグウッドまでいけるとめんちゃんこい、鉄壁の盾をね作っとかなきゃ。あれこう使ってくれたらね、手前だ。ういっ、なぜ分かったか、僕には未来が見えます。 LSP ゲッ。さあもう相手はねサイクルがだんだん強いてきてるんでね、ここは強いですよ。コウモリよいしょ。さあこれはさすがに終わるであろうと思いきや、なんとも言えないなんとも言えないが、まあ一旦インフェかな。うん、もうライトニング削りしちゃっていいんですけどね。よいしょ。セットで削り、タイミングをかぶせて攻めてあげます。するとチンチロリーンつって、おい、さあライト圏内かな、これで一発。おい、さあさあさあ、まあなんか今回のねライトニングが思ったより働いてはない。でもファイボでもそんな働かなかったんじゃねっていうので、もっとね硬い系のユニットがいたりとか、
まあテスラボムタワーとかだと突破しやすいのかな。まあ LSP、 とりあえずもう LSP 使ってください。うん、マジで違うね。大砲がね、よいしょ。もしかして26対決ですか。うん、いやマジでミラー僕でもね途中練習してたんでね、僕も一時期一応ね、うん、ここでなんかミラーと見せかけて、うん、ザップですよみたいなのたまにあるんでね。なんでってスケとかコウモリとか使ってる時に限ってよくザップ引くんでね。さあとりあえずホグは回ってきたら飛ばせばいいね。まあ、ほんとその通りでさえ飛ばして次のねホグを刺していきたいのが僕の狙いではある。さあここですね、行っちゃって逆サウがもう来ないで攻めウッドまで行ってあげる。たまたまなんか来い。もう一発惜しい惜しい。でもホグ飛ばせばいいんですけど、相手がトルネ持ちっすね。トルネ持ちだった時だけは考えた方がいいっすね。トルネ持ちか、まあ施設持ちでもか。施設持ってる時の2周目のホグにアイゴロをね絶対つける。アイゴロホグ、施設がないタイミングはもうアイゴロホグするだけでダメージ取ります。まあ見たい、とりあえずもうアイゴロホグしてくればいいんですけど、これさっきファイボットユニットだったんで、まあ絶対に打っちゃおうかな。はい、ヒマライト、うん、まあとりあえず施設持ちトルネ持ち何でもアイグローグしとけばいいみたいなとこあるんで、まあ、ね、てか僕もこれライトニング削りで逃げ切れそうみたいなとこあるね。でこういう高め逮捕とかしてると負けます。よいしょ、さすがにすごいだるそうだけどな。やっぱホグ対決ってなんかあれだね、つまんないねっていう。よいしょ、一旦ね、もう絶対ライトニングじゃない、ファイブ来るけど、やばい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 、ちょっと待って、マジやばい、マジやばい、マジやばい、やばいやばい、やばいやばい、本当にやばい。笑えん笑えん笑えん、あのマスク入ってる。よし、マスクが右に来る。なんでやねん。これも気づきました。ホグ飛ばしてライトニング打てば勝てるっす。はい。簡単でした。よいしょ。もう花からこれしとけばよかったっすね。はい、正解気づきました。さっきまでな、マジで何だったんだっていう。で、あとは呪文削りの圏内にもなってくる。よいしょ。あ、ファイブか。ライトニングは300ちょい。オーケー。危ない。なんかね、ホグってやっぱ広い。ホグクエイクもあれば、26みたいなね。こういやもう回転でどうにかするよみたいなのもあれば、ホグロケットもあるし、まあ、ホグフリーズもあるし、いろいろねあるんでね、どれが強いってなった時はすごいむずいけど、なんか一般的にはホグクエイクがねホグ界の頂点みたいなところはある。だけど昔からね 2.6 ホグはもうずっと存在してますね。ほんと5、6年残ってるってやばいよね。それだけね、ちょっとデッキの完成度が高いとも思うので、よいしょ、おすすめではある。さあダグネッティア、まあゴレか、まあゴレか変なのかスケラか。うん、いやもしかしてマジ変なのの方を引いてるかもしれない。なんか苦しそう。
そう、なんかミリ残りのマスケを延命されるのが一番きついよね。暇なんで打っていきます。おー、ジャイ来た。ジャイディガーが、さあマジで守り勝った。ん？ん？まあこれはちょっとミスった。大砲ごとした、まあ、暇ウッド打つだけ。うい、一発一発強。さあ相手はジャイ、まあ、ジャイ、エレジャイ、ロイジャイ、まあ何でもなんですけど、基本的に真ん中の大砲と、逆サイドのマスケ、同サイドの隅っこのマスケがねめっちゃ強いんでね、2体を離すのが大事とか言って真ん中にマスケ出してここに大砲とか置いちゃうとファイボで巻き込まれとかもするんでね、気をつけなきゃいけないよと。まあこういうのも一応もういらない、大砲すらね出さなくていいとか言ってると危ないです。まあ撃たれてからでもいいか。あれで回転が早いので、まあのんびりもうしとけば。ユーナの突進だけこっちで、よいしょ。いやマジでマスケの安定回、なんか気づいたらマスケ攻撃速度どんどん速くなってる。なんだかアチャクイが強すぎて、アチャクイに対してやっぱマスケが弱いと。あっちゃくいでいいやんと。マスケットの居場所はどこやってなって、ラッキー強化されたマスケがね、2022年からちょっと引き継がれてるんで、マスケのね、なんか火力も上がったんだっけ前。あれ、まあ、全然覚えてないけど、攻撃速度は間違いなく上がってんすよ。だから、強かったマスケが全然もっと強くなってて、それがなんかね放置されてるんで、もうアチャクイがいない環境で考えたら圧倒的ぶっ壊れっすね。マスケはアチャクイがいるから、まあ、そんなこう気づかれてないというか、まあなんかそこまで注目もされてないというか、なんかね逃げ切れてるけど、冷静にマスケはね今ぶっ壊れの位置にいますね。 SSS レアぐらい。うん、よいしょ。さあ今回の間はディガーオールブレイカーなんで、メガナイトか、メガナイトオールブレイカーか、まあ変なのか、まあメガナイトっぽいっすね。でもメガナイトだったら多分26ね相性悪いように見えて相性がいいっていうね事件があるんですよ。キング起動できるんで、あの子たちって。やべ、こういうことを知ってるときにはできないんですけど。よいしょ。まあ別にこのホグの今の枠はね、ホグじゃなくて1コスでできる方が理想ではあった。てか、リがいて、まあまあ誤差みたいなとこある。まあ、何回ユニット出しておけば元気できるんであれば。真ん中ユニットからの、まあ、真ん中施設ユニットからのもう一枚ですね。1コス1コスでもいいし、何でもいい。とりあえずキングギドは増しとけば後々ものすごい楽になるんで、対メガナイトには序盤の間にホグ飛ばしてメガナイトをわざと出させるっていうね。相手からしたら、あ、ホグ来て美味しい美味しいって出すかもしれないんですけど、こっちからしたらね、うん、メガナイト出してくれたよ、キングギドするけどいいなみたいな感じで、メガナイト相手にはね序盤に攻めることも良かったりします。あ、ちょっと嫌だな。まあプリーナ、ああいうのライトニングすげえ刺さりそうだ、打っちゃおうか。さあで、こういうのもアイスピだとねちょっと残ったりしそうだけど、エレスピなんで安心安心で、同サイじゃなくて逆攻めた方が多分楽に戦えそう。
大砲なんかいっぱい売るときは強すぎると思ったので置いときます。読みザップとか打たれるとちょっと嫌だ。そこメガネ使ってんで。あ、さあネクロはさすがに無視、しかもプリンスにも当たるのでザライトニングが強い。ちょっと延命だけしてあげてね。まあアイゴリぐらいはしてもよかったけど、こうメガナイトで踏まれた時に、うん、まんじゅう。何それ、マスク、あね、うん、マスクある、ある、いっぱいある、いっぱいあるけどもらっとく。うん、ありがとう。そう、もうマスクねしてない人も結構おる。うん、うん、ありがとう。ですね、実家です。いやマジでマジでびっくりした、びっくりしたけどこれがリアル。マスクをね、あの小学生の頃給食でなんかつけてた時のような可愛いマスクをねちょっと届けてくれました、おばあちゃん。やばい、枯渇です。枯渇です。相手の敵、まあ、全然急になんか頭が真っ白に真っ白にしてたけど、これこっち側のホグはあいつのインフェに、いっか、まあ、インフェ壊れたらアイゴロホグ生き残すっすね。もしかしたらロケも防衛で使ってくれるかも。たまたまちょっとゴブリンまで思って、贅沢な、やばい、これあれだ、マジ枯渇です。相手ガチやばい、ああ大丈夫大丈夫。どうしよっかな。一旦アイゴレからのホグまで行っちゃうと相手からしたらインフェで守りづらい。お？死にたいですね。さあだいぶ分からんが、いやめっちゃ刺さってる。あれちょっとウッド使いたくねえけど、さあなんか枯渇のゴブリンとかの枠が親衛隊になるっていう、すごいな、変わりすぎだろ。せめてなんかスケルトン部隊とかね、なんかあるやん。スケゴブリンギャング立つ戦の枠がね、すごいよ。どうやって死んでになったんやって、進化しすぎじゃない、だいぶ。まあ、ここまで来るともう僕はもう守ればいいので、のんきにやっとけばね、うん、やばい、見えないが、さあまあ26はもう1本取れたらね、2本目取るのはねだいぶ大変なんで、取る必要がない、守ればいい。まあインフェ使わして、耐える、おい、あぶねえ、マジで一番の強敵がおばあちゃんだったな。マジでビビるから黙っちゃうもんね急に。本当になんか申し訳ねえ気分になるな。よし、ブライトライト、なんか名前がかぶってんぞ。さあ、あ、マジでミラー対決あります。
すると、おい、動きまで似るっていうね。そうなるっすよね。もうマスキーも悩んだらな。わあ、マジでこういう対決嫌やわ。あ、でも俺の方が勝ったってことでいい。わざと捨てたんかな。よし、一発かましてこい。うい、さあ、でかいミラー対決。てか 2.6 マジで人気っすね。まあでもライトニングじゃない、さすがのライトはね、まあ、いるっちゃいるけど、アイスビだしね、ファイボっぽいんで。なんか一旦ね、ちょっとポックしとけばポックしとけばいいやろ。いやー、マジ大砲来ていいけど、逆サイド守れるから。さあ、で、まあまあまあ序盤はね、まあ、こんな感じになりますよと。アイゴレホグからのライトニングかませたらな、マジで強いんですけど、まあ、コストないんで、そんなね、ホグライトかケツから出したこれにかましていく。で、マスキは低めだと呪文打たれちゃうんで高めに。このマスキ結構美味しいっす。これいっちゃうか、絶対ここに。あ、ホグに左端から出せばだ。しかもライトニングでバレたのは嫌だが、ライトニング削りが強い。うお、オシャンティー攻めだ。でも一応対応できる。よいしょ。で、ここ1コスだけで。はい、これか。で、回しとかないとここでホグが来ちゃうんで、こいつコース回していけば。やべ、罠にはまった。さあ、延命。あ、マスケ、マスケアイゴル頑張ってるよ、マスケ。いや、この距離打たれないんだな。やべ、俺のなんかスプリットでルート矯正してる。やべ、マジで何もウッド沼ってきてる。いや、ここはもうできるだけマジで低コストで回して、次のホグに大砲合わせられる準備をして。よいしょ。もう防衛ライト自体もどう考えても、あれバスケメタケツ負けてる、やばい。それは美味しい、美味しいな。もう俺のターンやろ絶対。ホグライトかばせば大ダメージ入るってさっき学んだんでいきます。で、からの1コス用の、はいマジさっきからこれしとけばいいんだよなっていうのがものすごいね。やばいやばいやばい、気抜いてるといかれちゃうんで。さあ、ライト圏内かな。いや、マジで強い。ライトニング、この大砲、まあ何でも施設に対してね、インフラ微妙だけど、それ以外ね、マジで刺されば強いからワンパンできちゃう。ナイス、新スタンプゲット。そしてマスターですね。トルネ持ちと一戦交わしたいんだが、スタディガー。まあ、ディガーはね、基本的に施設が入ってるから、その代わりトルネは少ない。おい。おいー、トルネやないかい。しかも、エレジャイ、エレジャイディガー。
だいぶ分からんけど、まあ、マスクと台本しっかり話すのが大事ですよと。おお、マジで LSP なのね、すごい。まあ、ISP でもね、もちろん守れるんですけど、コウモリ1体はみ出るとかあるんでね。さあ、まあ残ったね、とりあえず飛ばそうぜ。もう金起動されたんでね。うわ、だいぶ入る、だいぶ入るね。さあ、マジで相手の主軸はもうエレイシャよりもほぼギガー。うん、でまあディガーとかも、ディガーが殴ってからスケ当てた方がいいですね。まあ、完封したいとかあればスケからのウッドとか、まあ、拾った方がいいんですけど、スケルトンだけで守りたい、コストあんま使いたくないよって時はもうディガーが殴ってからスケかな。さあ、で台湾もこれこの位置だとマスケと入っちゃうんで、さらに逆目にね。コウモリ、あ、その辺防衛誰かったらライトって良さそう。まあ、いるか分かんないけど、うん。さあ、ファイボもライトニングもフリーズも呪文はね、やっぱ守りでも強いから、上手い人はね防衛の呪文がね見えない。よいしょ。あ、まあ、1コスは下手だけどね。まだ1手を刺すってない。大砲で、やばい、これ1コスが。大砲延命したいっすよね、できるだけ。なので、スケール SP、まあ、何でも使って。延命させて、あともうこれ呪文圏内2周か。まあタイムブレーク、いいか、ホグも刺すよりかは、まあ、2.6 ホグの強みはね、呪文削りっていう部分もねすごいあるので。よいしょ。さあ、まあ、高回転で最後ね、ライトワンチャン3周ぐらいなら回せるかもしんないね。ファイボ削りの圧のライト版です。はい、ということで、まあ、26の、まあ、最近ちょっと流行っておりますライト型ね、まあ、ライト LSP 型もぜひちょっとやってみてください。まあ、LSP はマジで26でも LSP でいいんじゃねえかぐらいね。 LSP ちょっと信者なので、ちょっと LSP 型もね皆さんやってください。ではお疲れ様でした。まだねー。